はい、どうも、アキオです。さあ、今日はですね、ダークディセプションというゲームをね、遊んでいきたいと思います。さあ、まずはこれ、チャプター1からね、やっていきましょう。これね、ステージの道端に置いてあるクリスタルを全部集めたら、ボス戦が始まるから、チャプター1はね、どんだけ落ちてるんだろうね。チャプター10までかな、多分あるんだけど、9と10はまだ発売されてないからね。まあ、まずは簡単なステージだと思うから、OK。これ上に登ったら始まるのかな。パソコンゲームね、僕そこそこやったことあるんですよ。ホラーゲームとか、閉店事件、まああとなんかいろいろあるんだけど、それは、スプラ外でね、動画内で、やったことあるし、さすが魂のかけらを、人間の魂のかけらが、この小さい迷路の廊下中に散らばってるからね、この紫のダイヤみたいなやつはね。これ全部回収したら、ここに戻ってこればいいのかな。何個あるんだ。ここには怪物がいるわ。ここ鬼、うわ、289個もあるのか。敵がお猿だからね、ここはね。お猿に捕まってはいけないね。一生逃げまくる。ダイヤを集めつつ逃げていく。待って、危ねえ危ねえ。こういうね、音がしたら、あ、もうあれ、マジか。右にいたか。こういう捕まったよね、ここ、リス地っていうのかな。最初からになるので。まずこれ、外周行きたいね。だだだ。外周行った方がいいね、これね。待って。どこだ、つまずき。いや、ここまだ外周じゃないな。来てんな。どっちが足早いんだろうね。これまっすぐか。多分自分の方が足早いと思うんだよね。さあ、外周ちょっとね、これ全部集めていこうか。外周を全部集めたら、真ん中にあるクリスタル全部取ったのか。こんだけあるんだよ、これ。外周はまだまだ、半分もあるね。中でね、ずっと最初集めてたら、敵挟み撃ちとかされてしまうので、まずは外周からね。さあ、ここだね。このぐるぐる回ってるところは後回しでいきましょう。もう外周取り終わったかな。あ、まあまあ、そこ取るか。横取ったらまた行って、外周やってきな。追ってきてそうなんだけどね。もう一つ、こっち行こうか。よいしょ。待って、音する。音するか。まあ、一旦また外周行って、これ集めたいかな。いや、来てんな。こういう音がしたら鬼が来てるっていう。あぶね。いや、これはちょっと回るところは後にしよう。
いやーマジか、先回り読まれてたか。うん、まあ半分はね、まあ、一応集めたからね、あと116個か。いや来てんな来てんな来てんな、こっち行こうか。急にね横から来たらそれはねびっくりするからね。こっち待っているじゃん。あっぶねあぶね、めっちゃ声する。敵が近くにいるときはこの回るところは行かない。こっち大丈夫かな。あー来たー、マジか。言いそうだったからね。どうしようか、これなんか集めるか。待って、来んなよ来んなよ。端っこ取って敵追ってきてそうなんだけどね。取ってこういくか。じゃあここも端っこ取って、いや行くか。そんなに離れてるでしょ、ここにいたの。一度ね、こっちへ行ってみて。中で何体かね来てそうなんだけどね。いやー、今のところは後でいいや。こっち、いや来てんな。いやー音がする。これ行っちゃおうか、回るところ。あー来てた来てた。残機が切れるまで生き延びたいよね。待って待って、うわー来た。そっから来るか。何体いるのかな、このお猿ね。あと40個か。まあまあもういってんじゃん。ついて、いやいそうだけどな。なんか黄色いやつないかな。黄色いやつを拾ったら敵が止まるんですよね。さっきさ赤いの大きいの取ったじゃん、ダイヤ。あれが敵の位置がわかるんですよ。それもないような感じするからね、赤いダイヤの。いやちょっと右危ないね、右危ないと見た。こう行ってこう行くか。あとどこに落ちてる。とりあえず外周走りながら見ていきましょうか。ここの外、待って、あとどこら辺だ。あーちょっと真ん中ら辺にあるね。一旦ちょっと外周をうろうろと。来てるー、捕まるか、マジか。180ターンはマウスの真ん中のボタンを使うことができます。あと15個か。頑張っていきましょう。いやーちょっと、いやー右行ったら危なかったな今。本当は行こうとしてたんだよね右ね。あー真ん中ら辺に全部集まってるな。こっち、あー来た。いやー、あっちゃった。先読まれ、ねえ、
されるの嫌だね。あれ、こうか。 OK。 いやー、深いねー、落ちてるからね。来てるな、こっち行くか。本当はこの2つを返す。ここにも落ちてる。いやー、取りたいところにずっと猿がいたか。でもあと7個でしょ、6か。こっち逆にあんの、まあいいや。こっちから行こうか、こう行こうか。残り、地図にさ、ピンクの矢印みたいなのがついてるから、それ。いやー、来た、待つか、こっち。ちょっと見に行きたいけどね。こっちどうしようかな。これ追いかけれてんのか、どうしようか。来てるーしか。こっちから行くしかないか。ガム、よいしょ、よっしゃ、ボスかな。ちょっと猿が進化してるね。どこ行くんだよ。なんか来てる。黄色い矢印が出てるところ、リス地にね変えればいいから、こっちとゆっくり行きたいね。めっちゃ音する。多分真ん中ら辺にあったような気がするんだよね。ボスの声何体いるんだろう。さっきのもさ、何体か分からなかったけど、多分3人かな。これか、よいしょ。行くんだよ、行くんだよ、行くんだよ。 OK、 行ったんじゃない。いる、マジか。こっちにも多分いるでしょ。よしよしよし。いやー、2体待ち受けてんのか、あれきついな。敵あれどっか行かんかな、また戻ってくんのかな。またリス地戻ってきてたらだいぶ辛いけどね。いけるかなこれ。いないと見た、いない。ちょっと待って、反対側向いてたよ今、2体とも。どうしようこれ。追いかけられてはいそうだけどね。反対側に敵がいたからさ、こっち行こうか。待って、それはまずい。危ね。こっち行こう。敵戻ってきてんの辛いな。いやー、まだもうちょっと先行こう。危ないかな。危ない。あ、なんか黄色いやつある。これ敵で止めれるから。この人だね。これだいぶありがたいぞ。早く早く。制限時間ありそうだけどね。いないいないいない。オッケーオッケー、よし。ふう、ボスは一回も捕まらずにいったね。これエレベーター乗るのかな。よいしょ。乗ってくる。あとはこれ脱出かな。脱出っていうかゴール的な感じで、あとは逃げればいいのかな。さあ行きましょう。
逃げて逃げてか。待って、これじゃあブースト使う。よいしょ、クリアかな。 SSSCCC 最終結果 B でした。死亡回数5回、隠し要素、そんなんあったんだ。何も取ってないな。6分36秒ということで、今日はダークディセプションチャプター1モンキービジネスをねやってきてまいりました。次ね、また投稿するかわからないんですけども、チャプター2をねやっていきたいと思うんです。はい、今日はここまでしたいと思います。ありがとうございました。